おはようございます。カイザさん、ありがとうございます。クタラさんもファイトありがとう。おはよう。How are you doing? How I'm doing? 配信。おはよう。おはようございます。この輝き揚げせんべいなんで、これもね差し入れでいただいて、私の手元にね乾パンがある。私乾パン好きなんですよ。そう、そう、せんべいがあって、リモッピーあれ取って、ベビーのすごい、ベビーのって言っただけで分かるんですよ。あ、そうそうそう、食べた？ハイハイン、私ハイハイン好きなんですよ。なおさん、今日誕生日なの、おめでとう。ちょっとお祝いしなきゃですね。Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday dear Nao Chan, Happy birthday to you。おめでとう、おめでたい、尊いタワーかな、これ本当にありがとうございます。またねお礼をさせていただきます、ありがとう。 Thank you very much。 ありがとう、おめでとうございます。おひつじおふしふたごかにさししさにおとめさてみんさ、さそりさいてさそしてやぎさ、みずがみさいごにうおさん、お誕生日おめでとうございます。抹茶にごさん、かわいい、ありがとう。このね、ハイハイのカーペを食べます。本当は嬉しい。
はい。ね、ありがとう、来てくださって嬉しかったです。楽しかった、最高でした。あげます。レアさん、キノコありがとう。初めて聞いた。本当？そう、これね、初めてのやつ、美味しいですよ。私結構これ好きなんです。いい感じの、そのなんて言うんですかね、結構これはね、味とかいろいろと含めて好きです。せんべいですね。せんべい。体にもいいし、うるち米使ってるらしいです。アレルギーものはね、不使用らしいです。溶けが良くて消化吸収に優れたおせんべいです。手で持ちやすい形状で、赤ちゃんが自分の手で掴んで食べる練習ができます。多分このね、真ん中のくぼみですかね、が多分このちょっとね、へこんでるんです。実はどこいくん、朝食だね。あ、でもさっきクリスピー食べたので、はい、チョコクリスピー牛乳入れて美味しくいただきました。か、まあこっちも持つことができる。可愛いですよね、赤ちゃんの手って。あー、いえいえ、こちらこそ本当に千秋楽皆さんのおかげで感想することができて本当に嬉しかったです。ありがとうございます。だからせんべいだって言えば チョコクリスピー終わった後にね、牛乳が残ってるんですけど、その時のね、美味しいココアみたいなね、音がね、いいですよ。努力はしてますよ。スタイルはね、キープしないといけないのでね。摂取力に向けてね、ちょっとね、ダイエットとかもしたりしました。なんか食ってなんない
本当すごく良かった嬉しい。そうだよ、スタイルがよく見えるように。そしてやっぱね、あ、理事長そういえば無意識にメイクしてたかもしれない。どちらかさ、久しぶり。なんかそう、その皆さんのね前にも立つので、やっぱり久しぶりにナピの姿見たりするんじゃないかなと思って、あ、そういえば痩せたって思ってもらえたら嬉しいなと思います。そう、涙の時にね、ちょっとね、じゃあのミニスカっぽい感じなので、その時のためにね、ちょっとねダイエットしました。あ、そうなおさん、いえいえ、見とれてました、嬉しい、やった。嬉しい、いつも可愛い、やった、おはよう。いや、なんじゃ、遠くから探すとき双眼鏡マジだった、本当に双眼鏡なしでもナピのことが見つけられるようになりたいね。サンバさん、200回目の方もありがとう。ナピの表情とか確かに双眼鏡で見ないとしっかりとね、遠くからだと見えない方にねするからね。うん、そうなんよね定点とかね、現場でね、来ないとナピのね、皆さんからよく褒めてくださる髪スタイルが見えないのであ、本当に見つけやすかった。メキさんありがとう、ハルさんハートありがとうございます、ピピピトマトさん、リスさんありがとう。確かにね、あー、まだ会ってないね、そういえば。え、悲しいうん、ノーピスか、ああ、そうだね、現場に行けばね、多分 DMM でその定点じゃない方のアーカイブで残る方のやつで見てたりしても多分レッスンはもらえるはず自分の定点が載ってたからなんか嬉しいねやったおはよう。に惚れたんだけど伸びのスタイル本当に嬉しい、やった、おはよう。
なバサリ切ってみたいな。でもさ、やっぱなんかあなたの髪の手入れがね、もっと今以上に大変になると思うと、あのやっぱね、髪切るのを惜しんじゃうんですよね。そう、短くして結構印象変わっちゃったりするから、そうなんかこのぐらいになる、あんまこのぐらいだったりとか、あんま変わんないけど、ね、ショートでもね可愛いって言ってくださる方も多いのでね、なんかどうしようかなって悩んでます。本当？本当に、あ、とそっか、今回9月10日さ、横浜なんよ。そう、アイドルスター横浜なんだけどさ、お仕事はね無理せず、あのなんか来れる時でいいのでね。そう、あ、くるくる風ね、確かにくるくるの、あの短さっていい短さよね。ナペもあの短さ好きだ。今何をしようとしてたっけ。あ、そう9月10日、直前までねチケット受付、そう多分してるのかな。なので皆さんぜひ横浜のね、3期生さんと初めてフェスに出ます。ツアーはねしてきたんですけど、初めてねフェスに一緒に出るので、9月10日ぜひ来ていただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いいたします。え、本当にツアーでだんだんダンスが、やった。そう、肩と同じぐらいの短さっていうのが一番ね手入れが大変で、そうじゃけんこのぐらいって結構大変なんですよ。だから鎖骨の肩のちょっと下とかになるとほぼ変わんなくなったりするんです。だからなんか肩のちょい下ぐらいとかだと、そう手入れ大変だけど頑張ろうと思えば頑張れる。神奈川県、あ、そう横浜って神奈川県です。そうやっぱねよく間違える方多いんですけど、神奈川県です。なるにしさん、二重の星ありがとうございます。本当いける？うん。嬉しい。生態系そう。やった。そう、短ければね、楽になるってわけじゃないよね、実は。しかも、ナープも、あの、自分のね、癖がある系を持っている持ち主なので。そうだから切るとまたねもっともっと手入れ大変になると思うと、そうやばね、悩んじゃう。おはよう。お、イケメンくんが来た。ジンさん、あー、おとといありがとうございました。嬉しい。ナピです、よろしくお願いします。13歳です、中学2年生です。こちらフォローボタンポチッとよろしくお願いします。タモダンスもやった、ありがとう。一日中寝てしまったの。カツオさんありがとうございます。キノコありがとう。そうこのね重みでなんとかなってるのは、重みがなくなるのでね。確かに
さん4回100回目の方もありがとう。だね、イケメンくん久しぶりな気がする。いやー、おはようございます。今日はね、ちょっとね、午後はなっぺちゃんのね、はい、お仕事があるので、ちょいとできなさそうです。はい、なのでね、今日は朝配信ですです小さい頃の写真ね、そう、去年とかまでちょっと送ってたりねしたりしてたんですけど、今年はまだね、もう送ってないね。嬉しい、やった。ビビビトマトさん、これは不思議ゴスロリグマちゃんかな、ありがとう。ちなみに、あー、どんな感じになるんだろうね。でも可愛いよ、可愛いんじゃない。私一回それでね、ヘアドネーションした時に一回切ったことがありましてですね、難しい今再現するの、ごめんね。はい、では、そろそろそのこっち終わりの時間が近づいてまいりましたね。おはよう、シャケちゃんさん、ありがとう。キノコ、おはよう。なんか自分をもしショートにしたらっていうさ、そういうさ、カメラでさ、なんかここその何、そういうさ、アプリとかあったらいいのに、ショートにしたらみたいな、未来の想像がついたりさ、そういうやつないかな。シンジラングレさん、キノコありがとう。なんかそういうアプリがあったらやってみたいよね。では終わりたいと思います。歌唱のイヤホンセットしたよね。なんでなんで、ああ、びっくりした。反応しなかっただけか。